まあこうやってノーポリで覆った溝底の畝の中をノーポリで覆ったところの中でこうやってこれ株が発芽してきてますね。やっぱり真冬なんですけど、こうやって見てると小松菜、水菜、チンゲン菜、大根、カブっていうところがですね、1週間でみんな発芽してきてますね。ですからこういうふうに溝底畝を掘って、これノーポリをでトンネル作って、こういう不織布をかけて二重保温してますけど、これやっぱり方法で、冬でもですね、野菜を発芽させられる、簡易温室として機能するってことはかなり分かってきたんじゃないかなというふうに思います。